えー、クラウドサービスの学びを急ぐ理由というのをですね、少しだけ足しました。えー、このことを少し紹介します。はい。まず、クラウドサービスって何ぞやった話なんですが、えー、クラウドコンピューティングという言葉が2006年にですね、えー、出てきました。皆さん、2006年ってどんな年だったか覚えてますでしょうかこの年ってのは、僕が会社を作った、今の会社を作ったのが2007年なので、その1年前ということになります。この頃に、えー、クラウドという言葉が出てきてですね、えー、な何、何言ってんだと、えー。クラウドって何かいいことあるんか っってて思たたりしてましま、えー、なぜかというと、2006年の頃っていうのは、皆さん覚えてますかね当時はパソコンとガラケーしかありません、えー。スマートフォンとかタブレットってないんですね。っていうことになれば、パソコンでお仕事をしているっていうことが普通だったんですね。なので、えー、あんまりこう、な、馴染み深い言葉ではないんですけど、この後にスマホとかタブレットが普及していくと、いつでもどこでもね、スマホやタブレットでもお仕事ができる環境になってくるっていうのは、まあ、それをですね、まあ予言というかですね、えー、事前に言ってた言葉になります。でクラウドっていうのは えー、雲ですね、えー、ふわふわ空を飛んで空に浮かんでいる雲みたいに、えー、形がないようなものなんだけどでもここにですね、えー、自分のパソコンにあるデータをアップロードして預けておくとそのデータを出先のパソコンや出先のスマホやタブレットで、えー、そこのデータをダウンロードすることによってデータをですね、えー、USB とか昔であればフロッピーディスクを入れて持ち歩かなくてもいつでもどこでも仕事ができるよね便利だよねというものになります、まあ、そう考えるとですねこれ後でまた出てきますけど今までは その USB を持ち運ぶとかですね、えー、ハードディスクを持ち運ぶとか、フロッピーディスクを持ち運ぶってことをしてたわけですけど、これでのは結局その USB とか、えー、例えばさ,さっきのフロッピーディスクみたいなものをなくしてしまったり落としてしまうとですね、大変なことになるわけですね。えー、会社のデータが漏えいしてしまうことになります。ところが、クラウド上にデータを預けておくと、少なくとも、えー、落とすとかなくすってことはないですね。そうすると安心でしょという話です。ということは結局出先のとこでまたその クラウドサービスに ID パスワードでログインしてもらえばそうするとですねデータをなくさなくてもいいし、えー、いつでもどこでもデータを見に行くことができるので便利だよねという話なんですよところが皆さんもね、えー、記憶に新しいとこだと思うんですけど2006年ぐらいと今でずいぶん世の中が変わっていまして当時はもちろんスマホもタブレットもないんですけど、えー、回線スピードもですね遅いですね当時はまだ、えー、3G 回線ですねあの 4G 回線にもなってないし 5G 回線にもなってないですということになれば例えばノートパソコンで お仕事をしようと思うとどうなるかというと昔であれば PHS というものとかですね何かをノートパソコンにつないでそれでどこかのクラウド上のデータをダウンロードしていくとかですねこういうことしなきゃいけないですそうするとクラウド上にデータを預けておくといちいちダウンロードする時間がかかってそれにまた通信料かかったりとかするのでめんどくさいよねという話だったんですねところがもう今では 3G 回線から 4G そして 5G になったことによってデータをですねアップロードするとかダウンロードする時間というのが劇的に早く なりましたよね。もう 3g 時代から言うと、もう100倍以上に速くなっていると思いますので、そうするとこの時に唱えてたことっていうの意味がようやく今となっては当たり前になりましたが、あのそういう未来が来るよっていうことをですね。予言していたことがわかるかなと思っています。ということで。では、そのデータっていうものをクラウド上に預けるというサービスがクラウドサービスになるんだけど、どんなデータを預けますか？って言った時に、ここにちょっと代表的なアイコンを並べていました。まず一番左側にあるのがこれファイヤーストレージというサービスなんですけど、自分の？ データとかファイルでのここにアップロードして、そこに id、パスワードをつけて保存しておくとですね。そうすると、出先のとこで、またその id、パスワードもしくはパスワードでそのデータをダウンロードすることができるという、まあ大容量のファイルを誰かに送るという時に便利なサービスです。これ昔、皆さん覚えてますかね。昔、あのメールにですね、添付ファイルを大きい添付ファイルをつけて、相手に送ったら怒られたということはありませんでしょうか。例えば、すごいでっかい写真のデータとか、動画のデータとかをつけてですね、相手に送るとです、ね ですね、怒られるんですね。なぜかというと、そのメールのサーバースペースっていうのがあって、そこが一気にいっぱいになってしまうとですね、他のメールも送受信できなくなってしまったりとかするので、困るとかっていうことが起きてました。もうさすがに今そういうことも起きなくなりましたけど、えー、昔はそういうことがありましたね。なので、メールに大容量のファイルを添付して送るっていうのは、あのメールのマナー的にはちょっと失礼なことになります。なので、じゃあどうすればいいかってなると実、メールにファイルを添付するんではなくて、クラウド上にファイルをアップロードしておいて、それを お客さんにこのパスワードを付けたところにアクセスしてもらってダウンロードしてくださいねって言った方がですねそうするとですね自分のパソコンの中のメールのサーバースペースもいっぱいならなくていいよということでこんなサービスがありますねで、このマークこれあのポッドキャストといって音声をインターネット上に預けるというサービスがポッドキャストというサービスですねでそこに実際に預けたデータを元にみんなが音声を聞いたりするというまあネットのラジオみたいなサービスですねもあります今日皆さんが使っている Zoom というものこれも同じですね今日は取ってないのかなあのこの Zo ズームでこのような会議をしているときにですね、ズームの内容を録画するっていうことができると思うんですけど、録画したデータはどこに保存しますかってときに、自分のローカルのパソコンの中に保存しますか、それともインターネット上に保存しますかって聞いてくると思います。このインターネット上の方がクラウドサービスってことになりますね。そうすると、ローカルに保存した場合っていうのは、自分が個人的に使う場合はそれでいいんだけど、例えば今日みたいにたくさんの人が参加しているとこで、えー、クラウド上に保存しておくとですね、皆さんここにアクセスしてもらうと、今日の録画 ファイルがが後から見れますすよみたたいなことでできたりして便利ですね例えば会議とか打ち合わせでも便利ですねということでえ、Zoom の中にもクラウドサービスが入ってるってことがわかると思いますし、そして YouTube。YouTube 皆さんですね、クラウドサービスっていうふうに思わないで、YouTube って動画サービスでしょとか、SNS でしょっていうふうに思うかもしれませんが、実は立派なクラウドサービスでしてで、YouTube っていうのは動画をアップロードすることができますよね。で、この動画のアップロード制限ってないんですよね。あの、上限ないですよね。まあ、ちなみに僕は自分の YouTube チャンネルに動画が1万本上がってます公開されてる動画だけで1万本上がってるんだけど1万本上げても YouTube に送られないで、あの無,無制限に使えてますこんな便利なクラウドサービスはないですで、これをクラウド上に預けるっていうことは公開するデータもあれば非公開するデータもあるということなのでクラウドサービスで言うと公開のサービスを思い浮かべるかもしれませんが公開だって十分クラウドサービスインターネット上にデータを預けることによってみんながそのデータをダウンロードするから皆さんは YouTube 見れてるんでね。あの youtube が見れるっていうことはネット上のを見てるんじゃなくて、ダウンロードしたデータを自分のスマホやパソコンで見てるわけなので、これもクラウドサービスということになります。もっと言えばですね。その自分のその公開する動画ではなくて、非公開の動画、例えば、えー、お子さんのですね。あの、何かのビデオとかですね、えー、こういったものも youtube に限定公開とか非公開の設定で上げて使うのも一応ありです。<laughs> あんまり言うと怒られるかもしれませんが、あのいくら動画預けてもただなんでなので、その自分のこ。 成長記録みたいなものですね。ネット上に非公開であげとくっていうこともできますね。ということですね。あとは写真を預ける Google フォトみたいなサービスもありますね。写真業界はちょっと今最近厳しくなった気がしていますね。昔であれば Google フォトとか Amazon フォトとかいろんな写真を預けるウェブサービスがあったんだけど、最近はどうもあの無料でいくらでもアップしていいよっていうサービスがなくなってきて Google フォトも有料になったし、Amazon フォトも今有料ですよね。なんかそのプレミアム会員とか何か入ってれば 無制限で使えたりとかするんだけど無制限で使えるってことに対して結構もうみんながね写真撮ってあげちゃうので無料サービスってなくなったように見えますが一番有効なですね写真を無料で無制限に上げ続けられるサービスは存在してますその有名なやつが Facebook です Facebook は無制限に写真をアップロードできますしアルバムの設定で非公開の設定ができるのでそれこそお子さんの写真とか皆さんが撮った写真を Facebook の自分のアルバムに振り分けて公開の設定自分のみの設定で で上げとけば、えー、写真のクラウドサービスとして使うこともできますねさらには、えー、この後話しますけど、えー、メール、Gmail のようなサービスとか Google カレンダーみたいなのこの辺も今日この辺ずーっと話しますなのでここ飛ばしますけど、えー、こんなサービスがありますさらにここにあるこの赤いマークのこれ何かというとですねこれあのラストパスというサービスなんですけど自分の大事な ID パスワードっていうデータをクラウド上に預けておきましょうねというサービスで、えー、ラストパス、えー、最後のパスワードというですね、えー、サービスがありますこれは 今まで皆さんが、えー、クラウドサービスも含め、SNS も含め、いろんな Web サービスにログインするときに、ID パスワードでログインするってことをされると思うんですけど、そのときにですね、その各サービスごとに ID パスワードがたくさんあって大変だよってことがあると思うんですけど、そのデータを全部クラウド上に預けておきましょうというね、えー、一見怖いサービスです。なんですが、当然そこにはちゃんとパスワードをかけて管理をしておくわけなんですけど、その、その管理をする ID パスワードを忘れてしまったら、すべての ID パスワードが使え ななななくくるししし見れなくなっちゃううののでだから最後のパスワードを1個設定しましょうねはい、これ僕も使ってますが、すごく便利です。はい、えー、ついてこちら、あ、ちなみに今日ですね、あの、ここに紹介するタイムツリっていうサービスがあるんだけど、タイムツリーのですね、あの、パスワードをうっかり僕忘れてしまってですね、あれなんだったっけってさっき今日使うんだけど、と思ってですね、えー、そうだ、えー、ラストパスで、えー、調べようと思って、ラストパスで、えー、タイムツリーって検索するとですね、あ、そうそう、タイムツリーのパスワードこれだったっていうことをですね、教えてくれたりとかする、すご く便利なサービスです。はい。えー、皆さんもよかったら、えー、ちなみにラストパスは無料でも使えますので、えー、使ってみるといいかなと思います。はい。そしてこのマーク、これ今日話すので紹介します。あ後で、えー、紹介しますね。で、一番右のもの、この B って書いてるもの、これあの、ハテナブックマークというサービスなんですが、えー、オンライン上に自分がお気に入りのサイトを、えー、保存しときましょうねというサービスなんだけど、これも同じようにクラウドサービスです。えー、自分が、例えば自分のパソコンの中にですね、えー、大事な、えー、何でしょうね、えー、っとホームページの をですね、お気に入り登録しているとか例えば自分がよくアクセスする、えー、銀行のですね、ログインページをね、ブックマークしておくとか、えー、例えば自分がね、よく使う SNS とか Web サービスをブックマークしておくってことをですね、えー、普通はあのブラウザーの中にお気に入り登録とかですね、えー、ツールバーとかに入れたりとか、皆さんされてると思うんですけど、この状態はクラウド管理になってません。そうするとですね、例えば出先のホテルでちょっと急にですね、何かお仕事をしなきゃいけなくなったっていうことがあった時に、パソコンが違うとですね、お気に入り データが出てきませんよね。そうするとですね、使えなかったりするので、このお気に入りのページも全部クラウド上で保存しとけばですね、いつでもどこでも、えー、そこのページにアクセスすれば見ることができるというようなこと。つまり、皆さんのいろんなデータっていうものがあるんだけど、それをですね、クラウド上に預けることによって便利にお仕事しましょうねっていうのがクラウドサービスになります。まあ、最近ではですね、えー、Google を使ってる方は Google Chrome のですね、えー、ツールバーというものがありますけど、あ、ブックマークの分ですね。あ、あそこの部分がですね、今 g 自動同期するようになったので、その、そこに自分がお気に入り登録しておいて、え例えば会社とか、え自宅とか、ホテルとかで、Google の Chrome のえログインをですね、自分の ID、パスワードでログインすると、上にタラタタラーってですね、自分の家で使っているブックマーク情報が、ホテルでもタラタラーって出るっていうことが可能になったので、これができるのも、実はクラウドサービスです。その自分のブックマーク情報を Google さんが、自分の Google のクラウドサービス上に保存しているから、同期してですね、えー、表示することができるというものです。 なので、まああのーまあ、これ以外にもです、ね、本当にたくさんクラウドサービスが存在しているんですけど、今日はその中で,ですね、今日のテーマであります、えー、業務を効率化するという視点のもとで、えー、いろいろ紹介していきたいと思っています。えーはい、ということですね、はい。そしてこちらなんですが、はいえー、ちょっとね、図を入れときました。でこれ、あの人類の歴史を1ページにまとめてみたんですけど、まあ、ここの中にもともと火を使ったり、文字しか使えない時代からです、ね、今が、が AI を使う時代がありますけど、ここの中にクラウドという言葉が出てきていると思います。 つまり、SNS とかホームページとか IoT とかロボットとか AI とか DX とか UX いろんな言葉今言いますけど、まあ、このね、えー、今日はこのクラウドってことだけをお話しするという形になっています。はい。続いて見てほしいんですが、こちらです。これ、あの、すごい便利なんで、ぜひ皆さんもね、使ってみられたらいいかなと思っています。えー、ここからアプリというウェブサイトがあります、えー。ちょっとこれをね、紹介したいと思うんですけど、はい。こんなウェブサービスがあります。で、このページに行っていただいてですね、左のメニューで、業種から目的から支援者、 っててう,うに出てくるんで、すすけどどまあ普通業種かかかからとかもどっちか上2つがいいですかねでここを押していくとですね、例えば業種ってのを押していくと、あなたの業種は何ですかと聞いてくるので、例えば今日であれば、まあ、例えば製造業の方多いですかね、えー、製造業ですって答えていくと、製造業に関してどんなお悩みがありますかということで、いろんなお悩みのものが出てきます。で、あと、ここのとこで、えー、絞り込みもできるんだけど、えー、導入事例から絞り込みだと、ちょっと絞り込みしにくいかな。で、ここのとこにいろんなものが出てるんですけど、例えばこれなんか、 1> 1個押していくと,、えっとこの人ね、事例紹介ということで、良、えー、かったですってことで紹介してるんだけど、この時に使ったクラウドサービスが、ド、え、ゥ、ー、というものを使いましたよということで、これはホームページを作成するというクラウドサービスです。で、えー、インターネット上でホームページを作る。これね、もう最近この話をするとみんなきょとんとするんですけど、あのー、昔、昔と言ってもちょっとあれですが、今から15年ぐらい前とかはですね、えー、クラウド上でホームページを作るって概念がなくて、普通にパソコンの中でホームページビル だとか、えー、こういったものを入れてですねでパソコンの中でホームページを作って作ったものを自分のサーバースペースにアクセスしてアップロードして完成というものだったんですねところが今皆さんが使っている、えー、ホームページの使うねサービスとしてワードプレスっていうのあると思うんだけどワードプレスはもろクラウドサービスですもう最初からクラウド上で自分のホームページを作っておいてでそれを公開にしたらホームページがみんなが見れる状態になっているのは自分のパソコンの中にデータがあるんではなくて全部クラウド上で操作してます だこれもクラウドサービスだということで、ここのサービスの中で、事例で探すっていう方法でも結構だし、例えば次にありますような、この目的からということで、どんなお悩みですかということで、えー、そうですね、で、人の管理をしたいです、どんな管理ですかって、経費計算です、とかって押していくと、これで検索って押してもらうと、その時に便利なサービスが出てきます。それぞれのところで、事例が出てきて、これを使ったらこんな、まあこれフリー、 という会計ソフトですけど使うとこんな風にいいですよっていう説明があるのでいいなと思った方はこのね会計フリーソフトを使ってもらえばいいこの,あのクラウド会計ソフトこれもねもちろんクラウドサービスです、まあ、このようなものが探せるので、えー、ぜひ使ってみてくださいということですはい、えー、続いてですがこちらちょっとねここに書いてますように急ぐ理由はどこにあるかっていうご視聴ありがとうございました続きを ご視聴いただきたい方は、IoT とクラウド活用法セミナーの教材を買って勉強しましょう。レジュメ144ページ、セミナー映像音源3時間56分、スカイプ相談1時間がついて5000点値段で販売しております。ぜひですね、多くの注文をお待ちしております。えー、ありがとうございました。